1979年欧州議会議員選挙は、当時の欧州共同体加盟9カ国で行われた欧州議会の議員を選出する選挙。この選挙は欧州議会議員選挙として初めて実施されたもので、市民が直接410人の議員を選出するものとなり、また歴史上初めての国境を越えた選挙でもあった。欧州議会の議席は加盟国の人口に基づいて、 配分され、一部では選挙区選挙が行われたものの、会議場では議員は政治会派ごとに着席している。初共同体の設立条約であるローマ条約では、欧州議会は共通の選挙方法を用いた普通選挙で選出されなければならないと定められている。ところが、欧州初共同体理事会は選挙の具体的な実施要領を決めなければならなかったが、 先送りを繰り返していた。そのため、共同総会と呼ばれていた時代からは、暫定的な措置として、議員を各国の議会議員の中から認じていた。欧州議会はこの状況を不快であるとし、理事会を欧州司法裁判所に提訴することをちらつかせた。理事会はようやく選挙実施で合意に達し、1970年代半ばに選挙方法の案が出されて、 1979年に初めての選挙が実施された。ただし共通の選挙方法については未決定のままとされ、その後も現在に至るまで、選挙制度は1999年からは比例代表制が各国で採用されているものの、細部は加盟国ごとに異なっている。ビリーブラント選挙活動には様々なものがあった。ドイツ社会民主党の元連邦首相。 ビリー・ブラントは、社会主義系の政治会派の支援のために国境を越えて、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダにまで出て、選挙運動を行った。他方で、元フランス首相、ジャック・シラクは1981年の大統領選挙を見越して、当時の大統領バレリージ・ジスカールデスタンに対する、自らの支持を図るために、この選挙を利用した。1979年7月、 410人の議員が普通選挙で選出された。この時統一の選挙制度は用いられていなかった。イギリスではイングランド、ウェールズ、スコットランドで小選挙区制が用いられ、数多くの選挙区が設置されたが、他の加盟国では全国規模、または少数の選挙区ごとでの比例代表制が採用された。有権者の関心はあまりなかったが、 投票率は平均で六十三パーセントを記録した。最も低い投票率はイギリスの三十二二点パーセントで、この他デンマーク以外の国では五十パーセントを超えていた。投票が義務となっているベルギーとルクセンブルクを除いて、最も高い投票率はイタリアの八十四点九パーセントであった。ヨーロッパ規模の社会主義政党連盟の下で共同した社会主義系の会派は、 最多の113議席を得た。欧州人民党の元に集まった、キリスト教民主主義系会派は、第2会派となり、107議席を獲得した。その後、保守系の欧州民主主義グループが64議席、共産主義系が44議席となった。自由民主系は、議長が選出されたものの、40議席にとどまった。それぞれのグループは前年までに設立された会派に、 基づいて緩やかに結束していたが、その後間もなく、後の欧州規模の政党の基礎となっていく。シモーヌ・ベイユが初の女性議長に選出された当時86歳だった、ルイーズ・ウェイスは最長老議員であり、そのため議長の選出にあたっての会議で議長を務めた。ところが、議長の選出の前に、ウェイスは会議の冒頭の演説でのイアン・ペイズリーによる、 議会ビルの前に掲揚されているイギリスの国旗の上下が逆であるという抗議に対処しなければならなかったが、ウェイスはこの中断を迅速に対処した。この一件は、ウェイスが名声を得る一例として捉えられており、ウェイス自身は後に手を焼かせる若い子の扱いには慣れているの、と振り返ってみせた。議長候補には、ジョルジョ・アメンドラ、エンマ・ボニーのクリスティアン・デラ・マレーヌ、 シモヌ・ベイユ、マリオ・ザガーリの5人が名乗りを上げた。1回目の投票で、ベイユが380票中183票を獲得したが、絶対多数には8票足りていなかった。2位には118票のザガーリが続き、イカ・アメンドラが44票、デラ・マレーヌが26票、ボニーノが9票であった。ボニーノとデラ・マレーヌは、この結果を受けて、立候補を取り下げ、 その後2回目の投票で377票中192票の絶対多数を獲得した米油が128票のサガーリと47票のアメンドラを破った。米油は直接選挙で選出された欧州議会で初の議長に選ばれ、また1952年に欧州議会が設立されてから初めての女性議長となった。続いて副議長が選出され、ダニエルド、 マルシュ、バジルデ・フェランテイ、ブルーノ・フリード・リヒ、グイド・ゴネラ、ジェラール・ジャケー、ハンス・カツァー、ポール・ミュラー、ピエール・フリムラン、ブリット・ロジャーズ、マルセル・アルベール・バンデ・ビーレ、アンネ・ボンデ・リンフ、マリオ・タガーリが選ばれた。この選挙以前において、欧州議会は、諮問機関として、弱い立場に置かれており、議員も欧州議会議員の職に専念していなかった。この選挙により、 欧州議会議員はその職務に専念することになり、またより多様な人物が集まるようになった。新たな議会が集まるや、大政党の古株議員らは、議会内における政治会派を結成するための基準を引き上げた。会派が結成されると財務面での支援を受けられるようになったり、委員会に委員を出すことができるようになったりする。ところがこの動きに対して、 小規模グループは直ちに反発し、提案がなされると、疑似妨害を行って対抗した。この小規模グループの連帯は、左翼系と緑の諸政党からなる、レインボーグループの結成に至り、後に、欧州緑の党、欧州自由連盟となった。ありがとうございます。